三重県から初の J リーグ昇格を目指す社会人サッカーチームビアティン三重を番組で応援するゴージェービアティンのコーナーです。今日はチーム在籍6年目の野外斗俊選手とチームのエースストライカー田村翔太選手にお越しいただきました。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてビアティン三重トータルアドバイザーを務める樋口志郎さんとともに今日もお伝えしてまいります。樋口さん、改めてよろしくお願いします。お願いします。さて、まず昨シーズンクラブに10年在籍した酒井翔吾選手が引退を発表しました。で、野外斗選手、今年のメンバーの中では在籍年数6年最年長となっているということなんですけれども、何かこう心境の変化とかありますか？いや、変化とかは特に、はい、なくて、まあ去年も最年長だったので、うん、まあ一番最年長ながら元気よく、はいはい、トレーニングはしています。それこそ昨シーズンに関しては大怪我があったわけじゃないですか、はい、今のご自身の調子としてはどうですか？そうですね、まあ今年スタートからしっかりトレーニングも詰めてましたので、はいはい、今本当に自分の中ではすごい調子がいいので、うん、はい、いつ試合出ても大丈夫です。そうするとこれからもプレーしてる時はもう見てくれよっていう、そうですね、はい、ことでいいですね。早く期待してます、はい、試合出たいですね。え、はい、そして、田村選手はリーグ開幕から2試合連続ゴールを決めています。改めてここまで振り返ってどうでしょうか？そうですね、まあ、開幕から2試合連続個人的にゴールできたのはすごくいい入りだったんですけど、うん、そこからチームが連敗してしまって、うん、まあ今のところ満足いくような結果ではないなっていうのが今4試合終えての感想です。それはやっぱりもうそのゴールだけではなくても勝たないとっていう思いが今とにかくふつふつと出てきてる感じですか？そうですね、自分のゴールよりも。なるほど、はい、今日は一昨日行われましたビアティン三重と鈴鹿ポイントゲッターズの一戦、三重ダービーを振り返っていきたいと思います。がその前に両チームの過去のリーグ戦での対戦成績を振り返ります。鈴鹿が JFL に昇格した2019年、アウェーの試合はビアティンが2対1で勝利、ホームの試合は引き分けでした。で、2020年は1試合のみ行われてビアティンが1対0で勝利、翌年2021年はホームで3対0で快勝するもアウェーでは敗れました。で、去年ビアティン三重のホームゲームでは過去最多となる4710人の観客が詰めかけた試合、ビアティンが4対1で快勝、一方アウェーでの試合は0対2で完敗という流れとなっています。リーグ戦ではビアティンが4勝2敗1分けで鈴鹿に勝ち越しています。毎年天皇杯出場チームを決める三重県サッカー選手権大会については3勝5敗と負け越しているというここまでの両チームになるわけですが、樋口さん、この戦績見ていかがでしょうか？いや、もう両方合わせたら7勝7敗1分けなので、あ、そうか、ま、全くの五分ですよね。なるほど、もう本当にもう意地と意地がぶつかり合ってるなっていうのが数字上もよくわかりますね。その中で、はい、今シーズン初の対戦となった三重ダービー、最後まで目が離せない熱戦となりました。おととい四日市市中央陸上競技場で行われたビアティン三重と鈴鹿ポイントゲッターズによる三重ダービー、およそ2400人の観客が応援に駆けつけました。ちょっと連敗が続いてるんで大量得点を期待して応援したいと思います。今日はどの選手に注目していますか？大竹選手です。大竹選手頑張れ。僕は、ね、森健太選手を推しているんで、森健太選手の、まあ、好セーブに期待したいと思います。伝統の一戦なんで、ぜひ勝って最後にみんなで喜びたいなと思います。三重ダービー勝つぞ。この試合、昨シーズンまで鈴鹿に所属していた上田隼人選手が先発出場。試合の2日前に25歳の誕生日を迎えました。ビアディンはオレンジ色のユニフォーム、前半は画面右から左へ攻めます。試合開始早々から攻めの姿勢を見せるビアティンは前半3分、寺尾選手のゴールかと思われましたが、これはオフサイドの判定。前半8分、パスをつなぎサイドから攻撃を仕掛けます。
上田選手のパスを田村選手がゴール前で合わせるもミートしません。試合が動いたのは前半31分でした。ビアティはコーナーキックから失点、鈴鹿に先制ゴールを許します。前半終了間際、鈴鹿に攻め込まれる場面ではゴールキーパーの森選手が体を張ってゴールを守ります。前半鈴鹿のシュート6本に対してビアティンは2本と決定機を作ることができず、1点ビハインドで折り返します。後半は画面左から右へ攻めるビアティン、安西選手が中盤でボールを奪い菅野選手へパスをつなぎ、最後は川中選手へ。川中選手のシュートはゴールキーパーがキャッチ、ゴールとはなりません。後半15分、早い時間帯に追いつきたいビアティンはフォワードの大竹選手とミッドフィルダーの森主選手がピッチに入ります。すると後半22分、素早いリスタートからでした。大竹選手のゴールでビアティンが同点に追いつきます。とにかく前への意識が強かったので、気持ちで押し込んだみたいな、こぼれてきたりっていう小さなチャンスも逃さないようにっていう風にいつも練習でも意識しているので、そういうところではやっぱりチャンスをつかめたのかなっていう風に思います。試合が1対1となり熱が高まる中、鈴鹿の三宅選手にこの試合2枚目のイエローカードが出され退場となります。試合の残り時間はおよそ20分、一人多いビアティンが鈴鹿ゴールを攻め立てます。後半アディショナルタイム、田村選手の振り向きざまのシュートはゴールキーパーの正面、なおもチャンスは続きます。追加点を奪うことができません。最後まで相手ゴールに迫り続けたビアティンでしたが、試合は1対1の同点で終了。両チーム勝ち点1ずつを分け合いました。ビアティンは3試合勝利がありません。退場者が相手に出て残り時間も多かった中で勝ち切ることができなかったのはちょっと反省点かなと思います。予想では三宅海斗選手はワントップというかフォワードのような形で予想はしてたんですけど、まあ、試合開始右サイド入ってきてマッチアップになったのはなんか安さんらしいなというか、あえて当ててきたのかなっていうのはありました。相手のエースであって、まあ、僕の1個目の高校の時代の先輩の三宅さんとのマッチアップが多かったんですけど、やっぱ特徴のある選手だったんで、集中して数本やられてしまう部分はあったんですけど、まあ、結果的に悪くはない守備はできたのかなと思います。次節しっかり勝ち点3取って、大きな波をもう一度作っていけるように J リーグ昇格できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。そうですね、まだ序盤なので何も終わってないんで、ここから一つ一つ勝ち点3だけを求めて頑張っていきたいと思います。個人的にはやっぱ得点を目指しているんで、そこを結果出しつつチームではやっぱり J 昇格目指しているので、そこを目指して頑張っていきたいと思います。はい、ということで今シーズン最初の三重ダービー、熱戦ではありましたけれども、ビアティン三重ホームであと一歩勝利には届かず1対1のドローという結果となりました。まあ、先ほども田村さんがちょっともう悔しさをすでにコメントににじませていましたけれども、改めてこの試合振り返っていかがでしたでしょうか。そうですね、立ち上がりから自分たちのいい流れの時間があったので、はい、そこで得点できなくて前半のセットプレーで失点してしまったので、ちょっとバッシェが難しくなってしまったなっていうのは感じますね。田村さんご自身のこうプレーとしては
調子はどうだったんですか？まあ自分はやっぱゴールを求められてるポジションなので、まあ、それを結果として出せなかったので、まあ、すごく悔しい試合ですね。いやもう本当あと一歩だったんですけどね。あの野上さん、はい、野上さんこう試合見ながら、まあ、それこそ相手に退場者が出てで残り20分あったわけですよね。そのあたりはこうどうご覧になったんですか、試合後。そうですね、まあ、うちが有利になった時にやっぱ少し、まあ、簡単にボールを、まあ、ロングボール入れちゃったりだとか少し慌てた部分があったのかなと思ったんで、もう少し時間があったんで、はい、しっかりつなぎながら相手を動かして、まあ、疲れさせて、はいはい、で決定的なチャンスをもう少し増やせれたら良かったのかなと思います。そうするとビアティンとしてこう気づいてきたものをあの20分間で冷静にこう出せたかどうかでもしかしたら結果も変わってたかもしれないっていう。そうですね、まあ、そこは本当チームは、まあ、成長する部分で、はい、そこをしっかり、まあ、やっていかないと、はい、今後、まあ、勝てないのかなっていうのはあります。とにかく目指すは J ですから。そうです、この後勝ち続けなければいけません。そしてそのためには田村さん、まあ、田村さんがおっしゃったようにこうゴールを決めていかなければならないということになるわけですけれども、改めてその田村さんが試合の中でゴールを決めていくために何かこう気をつけていることとか意識していることってありますか？そうですね、僕自身そのプレースタイルがドリブルで一人で行くっていうプレーというよりは、はい、人からボールを受けて人に使ってもらう選手なので、はい、そのボールを持ってる選手がどういう状態かっていうのを試合中は結構意識して蹴れる状況なら、はい、僕がランニングするしっていうところは心がけてます。あのそれこそいわゆるこうラインブレイクっていう裏へのこう抜け出しとかあの一瞬のこう瞬発あのスピードっていうのは子供たちもすげえなと思ってるところいっぱいあると思うんですけども、そのあたりってどうですか？そうですね、そこの裏に抜けるっていうのは自分の特徴なので、はい、そこにはすごく自分のストロングポイントだと思ってます、うん、ただ、まあ、スピードはまあ、本当に両親に感謝ですね。なんかそこまですごくトレーニングしてるわけではないので、本当にありがたいです。あでもその特徴を生かしてね、もうとにかくゴール量産してほしいと思いますけれども、そして樋口さん、はい、あの途中出場の大竹選手がこの試合ではゴールを決めてくれたわけですけれども、ちょっとそのシーンを映像を見ながら振り返っていきたいと思います。そうですね、これみんな足止まってる状況でこれ池田選手がもうすぐ集中してこう投げたタイミングですよね、はい、でしかもかなり距離が出てて、うん、相手が目測を誤ったとステップも踏めてないですよね、はい、ですからやっぱりこうちょっと集中が切れる状況の時に、やっぱビアティンの方がアラートになってたなっていう感じがありましたね。ここですよね、みんな止まってるんですね、足がね。あそうですね、はい、でここステップ踏めてないですよね、相手はね。はそしてあのこのワンタッチで決める能力っていうのはこのあたりもクオリティの高さがあるんでしょうか？そうですね、この時にやっぱ大竹選手はゴールキーパーの位置確認してますね。ですのでやっぱりキーパー前に出ているのを分かってますのでボールをうまく流しつつ、はい、もうキーパーの頭上を抜いたと。もうこれもやっぱストライカーらしい常にやっぱゴールから逆算したプレーだったと思いますね。同じ点取り屋の田村さんから見たらどうですか？いや本当にすごく頼りになる選手ですし、はい、まあ、あの練習中の中でもゴール決める回数も多いので、ちょっとその辺はちょっと嫉妬してるところはあるんですけど、まあ、チームメイトとしては本当にありがたい存在というか、2人でもどん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 ゴールを決めていってほしいわけですけれども、一方で野上斗さんはディフェンダーになってくるわけですけれども、そのゴールを阻止しなければならないわけですよね。野上斗さんは何かこうディフェンスする中でその意識していることとかこだわっていることって何かあるんですか？そうですね、まあ相手チームにもよりますけど、はい、今回は鈴鹿の、まあ、三宅選手がやっぱエースなので、はい、まあ、その選手に仕事させないっていうとやっぱ向こうの相手チームも流れが悪くなってくるので、はい、まあ、本当そういうのも意識しながら、あとは本当に1対1負けないかったりだとか、はい、もう泥臭くてもいいんでこけてもいいし、うん、どんな形でもいいんでそいつに何もさせないっていう、もうとにかくその粘り強く粘り強く相手に向かっていく姿勢。そうですね、まあ、そこが、まあ、チームもこうチームメイトも見てくれるとだんだん、まあ、それが、うん、まあ、みんなも見ながらこう
盛り上がって、はいはい、チーム力っていうのが上がっていくのかなと思います。ぜひノガイトさんのそうしたプレーにも皆さん注目していただきたいと思います。そして樋口さん、番組をご覧になっているお子さんたちも多いと思うんですけれども、試合でゴールを決めたりいいパフォーマンスを発揮するためにどんなことが樋口さん大事になってくるんでしょうか。そうですね、やっぱり上手くなるためにはまず自分の長所と短所をしっかり把握して、はい、で常に課題を持ってトレーニングするっていう、もうトレーニングしかないです。考えながら頭使って練習をするっていうことが一番大事だと思います。結果を出すためにもそこに行き着くまでの過程が大事だって。そうですね。いうことなんですね。いい準備をするってことですね。わかりました。一旦コマーシャルを挟んで今後の試合情報をお伝えします。僕たちの未来に踏み出していくんだ。では JFL の最新のリーグ順位表です。今年はリーグに15チームが参戦、年間30試合が行われます。ビアティンミエはここまで5試合を戦って2勝2敗1分けで9位につけています。 J リーグ昇格には上位2位以内に入らないといけません。続いて今後の試合情報です。今月23日は三重県サッカー選手権大会の準決勝が行われ、四日市大学と対戦します。でこの試合に勝つと来月7日の決勝戦に進出。鈴鹿ポイントゲッターズと FC 伊勢志摩の勝者と天皇杯出場をかけて戦うことになります。リーグ戦は今月30日にアウェーで大分県のベルスパ大分と対戦。三重県サッカー選手権大会が終わった後、来月14日にラピュタ桐蔭スタジアムでホームゲームが行われます。では最後にお二人からテレビをご覧の皆さんにメッセージをいただきたいと思います。まずは野賀人選手からお願いします。はい、今チーム状況で、まあ、勝てない部分はありますけど、これからしっかりどんどん調子を上げて勝ちを積み重ねていくので、これからも熱い応援よろしくお願いします。やっちゃってください。では田村さんお願いします。本当にどんな状況になったとしても最後の目標である J リーグに昇格するというところだけはぶれずに、チームのみんなで手取り合って頑張っていきたいと思うので、熱いご声援をよろしくお願いします。いや、あとはやっぱゴールですよね。そうですね、まあゴールばっかりになったらダメなんですけど、チームの勝つためにゴール決めたいなって思ってます。期待しています。今日は野賀人俊選手、そして田村翔太選手にお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。